久保さん、ちょっと借金の利点にしましょうか。まあね、借金ね、みんなね、良くないって思ってますけど、いや僕もねあ、鹿児島で独立当時は、あの、借金があるって言えなかったですね。で、特に本当に記憶に覚えてるのが、セミナーの休憩中にお客さんに、いや、吉田さん、いくら貯め込んでんすかみたいな。<laughs> いくら貯め込んでんすかみたいな。いくら持ってんすかみたいなね。 あの、ご想像にお任せします。<laughs> みたいなね。<laughs> 華麗にスルーしときましたけど。でもね、まあ、言えなかったですね。なんか偉そうにセミナーしてる講師がね、借金まみれでね、今借金毎月返済してますよなんて、ま、口が裂けても、ま、あまあ、あ最初は言えなかったですよ。なんだけども、あの、いろんな僕アンケート取りまくってるんですよね。で、アンケート取りまくってて、まあ、借金が辛いです、借金が辛いですって来るわけですよ。 俺も借金あんねん。めっちゃ辛いよ、と。もう必死で頑張ってるやん。毎月商品売って、みたいな。いろんなことやって、毎月商品売ってるやん、と。手を返し直をなんとか商品売ってるよ、と。この少ない再生数でも、借金返すために。なんでやらんの、と。じゃプチンって切れて。いや、俺も借金あるし、も、ま、う、あ、ぶっちゃけ、あなたたちよりね、あなたたちより借金まあまああるぞ、と。<laughs> だから頑張ってんだ、っていうね。ちょっと切れて。でもやんないわけじゃないですか。やんないんで。 言ったんですよね。借金ありますって、実は。で、アンケートでこういう回答来たけど、いや、僕も借金許可してきましたよ、みたいな。で、そっからすげえ、めちゃくちゃ楽になりましたね。で、それを告白して、じゃあ、どうなったかっていうと、まあ、ぶっちゃけ売り上げ上がりましたね。<laughs> 売り上げ上がりました <laughs> 前は、まあ、借金あるやつから買わねえだろうなと思ってたんですけど、まあ、奥坊さんが言う共感ですよね。あ、吉谷さんも実はそうだったんだっていう、 共感をそこで僕は得てで今はね、それを話しすぎてるんで、もう共感にならない。ちょっと薄まったかなと思うんですけど。でも、使いますよ。借金の話は。今はもう正々堂々と借金の話をして。だから知らない人はね、もう昔からその話をしたのがもう5、6年前なんで、昔から僕を知ってる人は、また吉永の借金の話かみたいになるけれども、最近来た人は僕が借金持ってる人知らないんですよ。 だから、まあ、新規のお客さんには、まあ、共感得られますね。そう。だから、ずっと使いますけど。いや、僕も借金ありましたよ、みたいな。うん、ずっとこれは使いますね。うん。ただ、まあ、前からいる人からすると、なんかもう、あまり響かなくなってるとは思いますけど。うん。そう。だからね、借金もね、使い方次第ですね。うん、使い方次第で、なかなか取れない共感っていう、共感取るの方が難しいですからね、結構。うーん。 それれを簡単に共感を得られるマジックっす、ね、いや、僕も借金ありますけど頑張りましたよみたいな。そう。だから頑張りましょうっていう。なんかもう、なんかスッと入りやすいじゃないですか。いや、僕も借金あってもう毎月あの返済きついっすよみたいな。無人君行きましたよと。アコム行きましたよと。ね <laughs> アイフル行きましたよと。プロミス行きましたよって。いうね 今はね、借金が利点になってますね。当時は利点になるとは思わなかったんですけど。ただですよ。ただこれは僕が一応結果を出してきてるんで言えるんですよ。結果も何もないのに借金だらけですだけだと、まあ、ちょっときついですね。ただ、やり、やりようによっちゃそれもまた武器にで,できるんですよ。だからこれ YouTuber で借金でハゲですっていう人がいるんですよ。なんだっけな。もうャチャンネル名変わってるかな。 若ハゲの生き様。若ハゲの生き様。2700万借金返済ストーリーです。チャンネル登録13万人います。このチャンネル名変わってないな。はい、若ハゲの生き様。2700万借金返済ストーリーです。はい、で一番回してるのが、この169万回回して、2年前にね、169万回してるやつがあります。月1の贅沢です。月1回の。 ハゲてて、借金2700万ある男が、月1回だけ贅沢する。じゃ、その贅沢なんやねんっていう発信。169万回回してます。はい、あと、借金2700万の男のリアル。借金男の工場勤務の1日。仕事ルーティン。これも103万回回回してます。だから、使い方によってはね、借金があったとしても、その、まあ、それをどう見せるかによって、アクセスを稼ぐこともできますね。 うん。だからこれ100万回回してるんで、多分広告収入2、30万は、この1本あたりでいってるとは思いますけどね、100。まあ、広告さんがちょっとわかんないで、なんとも言えないですけど。でも100万回回せば2、30万はいってんじゃないですか最低でも。うん。どうですか借金ありますっていうね。それをどう見せるかによって、まあ、お金になっちゃうっていうね。だって2、30万って言ったら、1ヶ月分の給料に相当しますよね、普通の一般の。うん。 そうあまあ使い方次第ですね本当とに。はい行ってらっしゃい。